北京地下鉄首都機場線は、中華人民共和国北京市を走る北京地下鉄の路線である。ラインカラーは灰色。機場とは日本語の空港の意味で、首都空港線と呼ぶこともある。チケット2008年北京オリンピックに合わせて計画された路線の一つで、東直門から北京首都国際空港第2、第3ターミナルを結ぶ空港連絡路線である。 現地名は機場回帰、英称はエアポートエクスプレスあるいはエアポート北京シティ。北京地下鉄の他の路線と同様、終電方式は第3機場式を採用しているが、駆動方式は北京地下鉄で唯一鉄輪式リニアモーター方式を採用したり、自動改札機は同時期に開通した他路線で採用されているタイプとは、 異なり、日本で多く採用されているタイプを採用するなど、その他の北京地下鉄の路線とは違った一面を持つ。運賃は、他の地下鉄路線とは、独立しており、均一で25元。ウィキメディアコモンズには、北京地下鉄首都機場線に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。